やはは、雑草でございます。今回紹介するのは、なんか最近ダイソーばっかりやったけど、まあ一応ダイソーで買ってきた、ゼリーエースです。もうシリーズものみたいな感じになってますよね。このゼリーエースの、いちご味です、今回は。いちご味を買ってまいりました。まさしです。美味しい汚くなんかやめなさい。いい匂いがするブー。黙れ出てくんじゃねえよ、お前もう。私は中国からやってきた。うるせえんだよ、お前もう。出てくんじゃねえよ。もう写真の子行ったんじゃ。腹が減ったぞ。出てくんじゃねえよ、お前もう。まあ、今回、いちご味のレビューをさせていただきます。まあ、いつも通り値段は約100円。で、まあ、お湯で作れる。前回はメロン味でしたが、今回イチゴ味を食べてみました。味の感想としては、なんか匂いがもうかき氷シロップですね、イチゴの。で、味も、なんか、それっぽい、若干それっぽい、味に、ほんのり酸味、イチゴっぽさを追加したみたいな。甘いだけではないですね。かき氷シロップのイチゴみたいに。なんか、いちごっぽさを若干出してます。で、なんか、ゼリーエースシリーズって、最初食った時はそんなうまく感じないんですよね。ただなんか、これなんかね、白い粉でも入ってんじゃねえかっていう感じで、なんかね、ちょっと食っていくと、なんか、うまいとは思わないんですよ。まずくも、ないんですけど、極端にうまいっていう、話もしない、感じもしないんですけど、ただなんか、パクッと食べちゃうみたいな。謎ですよね。これもうやめた方がいいかもしれないな。あれ、作っときも白い粉入ってるしな。いや、さすがにそれはね、ないと思います。全然ね。逆にこのゼリエースの、ね、どこの会社だか、結構有名だったけどね、もう、人の商品にケチをつけてるんじゃないこの野郎みたいな、なんか言われてね、もうすいませんっていう感じになって。まあ、とりあえず、なんか、最初に作った時はそんなに美味しくない感じがして、なんか食ってるうちにどんどんなんか悪くないな、みたいな。なんかスルメみたいな。ねえ。お兄さん何を食ってるんだい？いや、なんかね脇にあった残り物の昆布食ってっけど。関係ねえの食ってんじゃねえよ、このゴミが、ごめんなさい。お兄さんの代わりに謝ります。まさしが。たまには褒めてあげないとな、よしよし。まさし。ダメ。汚ねえってそこんじゃねえよ、このゴミが。お前、可愛すぎだろ、キャラが。痛い。どれどれ。マサブーが、マサブーさん、まさしー、いや、気持ち悪いから。いい匂いがするの、美味しい。お前ら美味しいしか言えねえじゃねえか、基本的によ。まあ、俺も似たり寄ったりのレビューしかできねえけどさ。だから、まさしの代わりに私がレビューしてあげましょう。もう期待してねえよ。これはですね、この酸味と甘さが、絶妙にマッチングしていて、うるせえんだよ、お前。適当なこと言ってんじゃねえよ。ヒレブー。まあ、とりあえず、このシリーズ、の商品は、なんか、個人的には、なんか最初はちょっとあれだったんですけど、なんか、まあ、まずくはないし、すごいうまいってわけじゃないんだけど、なんか食ってるうちにちょっとうまく感じてくるんで、もしかすると、好きになっちゃうかもしれないですね、もっとどんどん。ただ、なんか、お湯で作る、なんか似たようなのは、さらに、キャラメル味のプリンだとかあるんですけど、やはりそっちの方だとお湯で作るタイプじゃなくて、やっぱ、基本、牛乳、が必要ですみたいなタイプなんですけど、まあそっちもちょっと試してみたいと思います。今度牛乳買ってきて、牛乳とそっちのね、牛乳で作るタイプもね、
ね、お湯で作るタイプのプリンも前に試しましたけど、普通にお湯で作っても結構美味しかったので、もう牛乳で作ったらもう、ね、普通のプリンを超えちゃうんじゃない、プッチンプリンとか言っちゃったよ、超えるんじゃ、絶対ねえけどさ、絶対ねえと思うけど、超えるんじゃないかなと思う、ちょっと確信してないです。もしもし、うるせえ、黙れ。私の予想では、このイチゴのゼリーは、美味しいです。は、何を言ってんだかわかんない。もうできるのに尺伸ばすんじゃない。では失礼いたします。僕